えー、今回はですね、アフィリエイトの提携会社とのやりとりをちょっとお話ししようと思います。まあ私は複数のですね、アフィリエイトの会社と提携していまして、情報発信するものほとんど全てにアフィリエイトがかかっております。別に私が何かね、小細工しなくても、もう今そういう仕組みなんで、インターネットで発信すると同時にですね、何かしかの広告が自動的につくってことになるんですよね。まあその中で、 えー、まあ、上場企業とか大手企業として、えー、存在している広告会社のうち、今回はバナーブリッジを紹介しようと思います。ちょっと私ね、意外だったのが、バナーブリッジ、今回、オリエント工業さんのね、広告を出してきてるんですよ。ちょっと今まで考えられなかったんですけども、オリエント工業さんもあと1ヶ月弱で、えー、廃業するということで、ラストスパートかけてきたのかもしれません。で、こちらの方、あえてクリックしませんけども、 アフィリエイトで、まあ私の情報発信か何かで、このオリエント工業の製品が売れた場合、売上金額の7%が私に入ることになるんですよね。で、オリエント工業の製品っていうのは結構高いね、80万とか100万ですから、例えば100万円の商品が売れたら7万円が入ってくるってことになります。まあそうなるとね、週に2、3本私の情報発信から商品が売れただけでも、まあ十分なお給料になるってことは考えられますよね。 週に1本7万円でも4ヶ月で、あ、週間で30万弱になりますんでねで。そういうふうにアフィレートって考えていくとよろしいかと思います。特に、この、オリエント工業の広告ってのは非常に出しにくいんでね。うん。だから、こういったカテゴリーで専門の YouTube チャンネルなどをやっていると、そこにアクセスは集中しやすいんですよね。はい。その他このバナーブリッジっていうのは、新しい広告が 出向されたらメールで教えてくれるんですねでシュガーダディっていう男女会員登録出会い系サイトちょっとクリックしてみますよあちょっとこれはお見せできないですねこれなどいかがでしょうかシュガーダディほらハイレベルな女性との出会いならっていうねまあこういうふうな出会い系サイトに登録していただくと報酬みたいな形になってます、はいえー、マッチング SNS やっぱりねあの出会い系サイト多いんですよ うん、ものすごくお客さんが取りにくいんでしょうね。で、これはアプリをダウンロードしていただくと300円が私に入ってくるってことです。だからなんか積極的にあんまりやる気にならないかなと。<laughs> はいとにかく DIK サイドが多いんですけども、これ、食卓画像投稿サイト、リア食ってのがありますよね。こんなのあるって知ってました。ね。これ、口コミが1件投稿されたら70円入ってくるんですよ。うん、こういういな 口コミ系のアフィリエイトもあります。ですんで、ご自身の情報発信にマッチした広告を選んでいただければいいんじゃないかなと。タウンライフ、土地活用、資料請求。ね。これは資料請求が起きると、こう、2万300円入ってくるってやつになりますね。土地活用プラン、一括見積もりサイト。つまり、土地を持ってる人主さんに向けての広告ってことになります。まあ、なかなかね、土地をお持ちの方っていうのは、 高齢である例が多いですから、インターネットから申し込みっていうのは少ないように感じますけども、今、50代、60代の方も結構ね、インターネット活用してみますんでね。で、さらに、土地って今、個人よりも法人が持ってる可能性の方が高いんですよ。個人から土地を、こうね、提携したり買い上げたり、借り上げたりとかして、で、えー、企業のね、若手がこういったインターネットを活用して、土地を探してるみたいな感じです。そうなると、この2万300円っていうのも、週に、 個ポロポロ取れていく可能性あるんですよねだから不動産とかねそれから YouTuber としていろんな地方の限界集落とか廃墟になってしまったホテルとかねああいったのをこういろいろと取材して放送してる方には向いてるんじゃないですかその他にもねいろいろとねこのサイトを見るだけでもさまざまなねコンサルができちゃうんでどうしようかなと思うんですけども <laughs> バニラ有名ですねはい食べ物特集ねはい ファッション。うん。ああ、これね。吸うやつ。これ知ってます <laughs> はい。えー、6。デリケートゾーン、なんとらかんとらとかね。はい。もうね、広告って本当にたくさんあって、消費者のニーズを刺激してくれるんですよね。で、私たちはその間にアフィリエーターとして仕事をさせてもらうって形です。ニーズはむちゃくちゃ高いです。これから、商品っていうのは、 ますます売れにくくなりますんで、インターネット広告を活用する人がね、えー、もっともっとニーズを高めるんじゃないですか。つまり、20代とか30代の方の、その、企業の人材募集がなかなかね、うまくいかないっていうのは、こういうふうに在宅で高収入を得れる仕事を、やっぱ最初から求める人がだいぶ多いってことなんですよね。はい。じゃあ今回は、バナーブリッジ、紹介させてもらいました。以上です。